ナイスリーゼント。あれ、そしてナイスリーゼント。ありがとうございます。ミッションクリアしましょうと、そのミッションの方はわけさんのチャンネルでということで撮らせてもらったんですけど、なので一応ここからはネタバレになってしまうので、続き、そのミッションってなんだと思う方はわけさんの方のチャンネルに上がっているので概要欄の方から、チェックしてみてください。結果発表いきたいと思います。わけさん、ミッションの方クリアされたよ。クリアしたぜー。ナイスリーゼント。はい、ラケット、ラバー、やった、めっちゃ嬉しい。はい、わけさんの方にプレゼントさせていただきたいと思います。わけさん、これが合うんじゃないかなっていうものをちょっと選ばせて。それは嬉しいです。はい、で自分も何を選んでいいのかっていう基準も全く分かんなかったから、はい、それ選んでもらえるってめっちゃ嬉しいです。はい、実際にちょっと基礎で行った時のことも考慮しながらプレゼントしたいと思いますので、早速買いに行きましょう。行きましょう。はい、じゃあ行きます。卓球ショップにやってまいりました。これなんですか？卓球のラケットについてるあのゴムのラバーですね。あ、これなんだ。はい、一応ここにはこれだけの種類があって、でこちら辺がラケット、ラケット、はい、こちらはまあ小物で、 あとはこちらで衣類ですよね。あ、で最後あっちにシューズがある。今回シューズも違うんですか？履き心地とか自分の感覚。そうですね、実際に履いた時のその靴底の薄さ、そのより素足に近い感覚がいいのか、それともがっちりしててシューズ履いてるっていう感覚がいいのか。違うんだ。ラケット選びからやっていきましょうか。はい、まず高級なものがやっぱ変わった感じだったら自分にしっくりきたのやっぱそう。いや、値段関係なくてしっくりくるんですよね。はいはい、ああ、なるほどなるほど。高いと高いだけしっくりくるみたいです。なるほどなるほど。はい、まあ、そこら辺も和気さんの気持ちも考慮して、はい、でなおかつ、まあ、初級者とかのことも考慮して、うん、ね、いや、かっこいいのいいです。これだったら扱えて、しかも高級なものがあるので、うん、それをチョイスしたいと思ってます。それはこちらでございます。バイオリン。バイオリン、おしゃれ。え、でもこれラボ貼ったら見えないよね。あ、そうですね。これフレアってなんですか？こういう風に広がってると思うんですけど、はい、ストレートっていうのが真っ直ぐなんですよ。ああ、なるほど。上にあったのフレア。あれフレアです。ああ、じゃあフレアの方が木材っていうラケットが、コントロールに優れたラケットで、逆に弱点がないというか。へえ。バイオリンっていう木の素材が気に入ってて、もうちょっと跳ね具合が欲しいなっていうとか方とかだとこっちになってくるんですよ。特殊素材っていうものが入ってるんで、なので、まあ、僕の中でちょっと2択になってるんですけど、こっち、いいですか？こちらでよろしいですか？はい、はい、こちらでいきたいと思います。そんな、こんなド素人がこんな高級なもの持ってたら怒られないですか？いないですよ、いないですよ、なかなかいないです。初心者でこのものを使ってる人なかなかいないです。これはおすすめ。握ってみますか？負けさんのラケットになるもので、これにラバーがあとついてる。これだ。お、髪フィット、もう離れられない。これ来た、来ました。ラケットはじゃあこちらのバイオリンを、次はラバー選び。わけさんが使ってたものはこれなんですよ。こっちの方がいいのかなっていうちょっと気は今していて、でその理由としてはこれが、まあ、よりこう自分がバチョーンって強く打つ時にすごい効果発揮するラケット、ラバーなんですよ。そういうボールってなかなか最初ない、ラリーでこう当てたりとかそういうことになると思うんで、それを考えると ELP っていうラバー、もしくはエラスティックスピンっていう S と P でパワーを出すラバーか、スピンで回転をかけるラバーか、ということで考えるんだったら、この、まあ、ラケットと相性で言えば多分こっちなんですよ。ラケット自体これが柔らかいんですよ。組み合わせ的に言うと柔らかい柔らかいよりは柔らかい硬い、これはちょっとスピンで引っ掛け回転系で硬いんで、逆に硬いラケットに硬いだとカチカチになって難しいんですけど、ここはちょっと卓球系の知識になっちゃって、はい、難しいんですけど、組み合わせで言うとバランスがいいのは多分これとこれなので、僕的におすすめとしてはこれになりますかね。フォア側でフォアってこう結構一生懸命、フォアとバックと違うの？違います。これに2枚入ってるわけじゃなくて、これ1枚なんですよ。あ、そうなんだ。普通になると強く打つ機会が少ないんですよ、バックで、バックを中心に習うってなったら多分話は別になってくるんですけど、まあ、こっち絶対こっちで決めたい、仕事も考えるとバックはコントロール重視、最終的にこっちでパーンって、やっぱ決めていくスタイルってことを考えると、ここかここ、他のラバーでも全然よくはなってくるんですけれども、ちょっと僕がこのメーカーとティバー、はい、契約しまして、僕はティバーなんですよ。
でもラケットちょっと思いっきり怒られる、ティマーさんに、ティマーさんに怒られる。なんで怒られるか言うの。リーゼントはかっこいいから。いや、ティバーはかっこいいとずっと前から思ってたんですよ。ティバーは本当にかっこいい。これか、これか。これがコントロール重視、打ってて気持ちがいいラバーなんですよ。へえ。今までに経験したことのない感動的なフィーリングを体感することができるでしょう。もう書いてあるぐらい。僕的にはこっちのパワーよりもこっちのカンタム X というもののセットでいいものになるんじゃないかと。どうしよう、早くやりたいな、うん、最後シューズですかね。軽く履いてみてもらった方がいいのかな。一応これ同じものです。で6と5、5で、ああ。ちょっと入れていいかな。ちょっと形合わせてもらいます。あーでもこれはブカブカだな。ちょっと 5.5 に 5.5 でしましょう。あとはどのシューズにするか、この2つの構造が違くて、こっちはちょっと素足感覚っぽい、こっちは大げさに言うとごつい感じするんですよ。へー。それが僕は好きでこっちだったんですよ前に。この動画で、この動画で、この YouTube の動画で、ちょっとその履き心地をこれ最後履いてもらって、それで選んでもらおうか、はい、結構ごつい感じしません？あー、もうあっちですね。あっちですか？全然違う。ここがなんか膨れてるんですよね。そうなんです、そうなんです。すげえ気になるんですよ、うん、僕それがあった時にフィットする感じだったんですよ。あ、これですね、レゾライングルービー。これも選んだんですけど、これ全部実は厚みがあって、うんうん、今ここにマックスにチェックがついてるんですね。はいはいはい。これが 1.8、うん、でこれが 2.0、うん、多分持ってもらったら分かります。この重さしっかり覚えてます、うん、で、こっち持ってください。軽いですよね、うん、0.2mm の厚さの違いでこれだけ軽さ変わるんです。僕、ワケさんが僕のラケット持った時に、あ、これちょっと重いねって、うん、重いって言葉が出るってことは重いっていう感覚の方にはなっているような気はしたんで、それで言うんだったらこっちの 1.8 の方で軽さを重視してより重いっていうのを感じないので、両面中でセットでやった方が多分もう重いっていうことをもう頭の中すべて取っ払ってできるかな。これを本当は一人で決めないといけないわけじゃないですか。そっか、これよくみんな決めれるね。で、知識なかったらここまで考えないんで、うん、みんな、あ、これがいいって言って買っちゃうんですよね、うんうん、だから厚さを気にせずに特厚だと思って買ったら中だったとか、中だと思って買ったら特厚で重いみたいな風に卓球やってる人はなっちゃう人はいるかもしれないですので気をつけてください。ということで全て揃いましたので、こちらをおわけさんにプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。超贅沢じゃないですか、これ。卓球の世界へようこそ。やば。早速、はい、貼ってもらいましょうか。貼っていいペットで。すいません。はい。お願いします。はい。バッチリ仕上げてください。はい。ありがとうございます。どうですか、自分の。やばい。ついに自分のマイラケット。これ、超いいわ。最高。めちゃめちゃテンション上がってますね。やば。じゃあ、早く打ちたいよ。早く打ちたい。打ちましょう、打ちましょう。すごい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 はいはいはい、面が上向くんで、それで打つときにあーカルセロとして当たるとなってると上の位置に行っちゃうんで、最初からこの角度気持ちちょっと下向けた側に行って見える人フォアに行ってバックのスタートおほーに行ってバックのスタートおほーめっちゃいいです今。いい今の最後かっこよかったです。本当？はい。うわ、嬉しい。今のは良かったです。で、カップ。おお。いい。すごい。師匠ありがとうございます。最後、いきますか。はい。ワンツーフック。ワンツーフック。はい。おお。ワンツーフックいきましょう。ワン。で、ドイツツーまでいきます。そしたらもう一回ここに最後来るんで、はい、これ。お来た。あ来た。来た。じゃあもうそれフック。ワン。そこだけ動きキレがいいんですよ。そこの動きめちゃめちゃキレいいんですよ。ワン、ツー、で回り込んで、そんなにいい、そんなにいい。ワン、ツー、で
フックの時は強く言っていいんで、フックの時はおかしい。ちょっとフックだけ練習したいです。あ、フックだけいきますじゃん。じゃあ僕そこにボール出すんで、はい、おお。あ、アッパーどうなります？アッパーもう下から上やって。あ、違う。今の違います。おお、いいぞいいぞ。めっちゃ綺麗です今。あ、本当？めっちゃ綺麗です。そう、そっちに。今こう行った時にこの肘の位置が変わらないんですよ今。はい。こうして体で回して。ですね。なんかすぐ。とてもちゃんとしたいんで。あ、あ。お、なんかこうめっちゃ綺麗です。おお、綺麗です綺麗です綺麗です。いいぞいいぞいいぞ。ちょっと卓球っぽくなってきました。おー、いいぞ。おー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 。多分遅いんですけど、僕が単純に打つってなったら遅いんですけど、この距離で打ったら近いじゃないですか、うん、多分ちゃんとこう伸びたところで当てましょうっていうので行くと、ボクシングその伸びたところで当てるから多分想像よりも僕からすると前で打ってるんですよ。ボクシングのパンチの位置の距離、はい、そういう感じで対戦するときに今そこにこの差を見てる。あー、もっと前で打ってるの。そうそうです。だからそこに目がけて位置行くんでこういう風になっちゃうんですよ、どうしても。はいはいはい。僕の前の感じで前で打ってるんで接近戦でショートって打てばいいんです。接近戦でショートちょっと待って、ああ、そんなにいいですね。おお、いいです、タイミングです。ちょっとラリーしてください。一回ちょっと深呼吸ね、リセット。はい、リラックス。まあ、やっぱ、卓球教室で初心者の方とか来たら、まずこのラリーができるようにするのに必死ですよ。本当に。どうですか？今一通り打ったりラリーしてみたりして。めっちゃ疲れてます。めっちゃ疲れた。でもこんなに一発目からあんなワンツーフックとか言ったりとかして1本2本やって、うん、であと最後にそのフック打ち込むって言ってここずっと打ち込んでたじゃないですか。あんなにやる初心者いないですよ。あとやっぱりそのボクシングも一緒で、その例えばストレートのパチンって入るのってやっぱ10発やったら10発打てるわけじゃないから、その中で2、3発いいのがダウンって入るのがあるから、それをやっぱり自分の体でどんどん覚えるためにやっぱり100発200発って同じパンチをバーンってやって、あ、来たと思ったらこれを忘れないようにバーンって同じことやるから、そんな感覚で今もうずっとひたすらこうやってて、で、あ、今いい、あ、今悪いっていうのがなんかどんどん体で覚えていくのかなと思って、はいはいはい。だからああいうなんかいっぱいいっぱい練習したいっていう思いなんですね。なるほど、もうアスリートっすね、思考が。でもそういう向上心があったらもう上達は早いですよ。悪い方向で捉えたらいっぱい球数を打とうとするんで変な形も身につきやすい。そうですね、そうですね。だから最後みたいにやっぱちょっと形が崩れてしまうから、そこだけ気をつけながらポイントを押さえてやれたら多分すごいいい方向に行くと思うんで、そこだけ気をつけながらやってもらえたらいいと思います。ちょっと今日はじゃあこの辺で、はいはい、終わりにさせてもらって。あ、もっとやりたいちょっと時間も時間なんでね、はい、だいぶ基礎とかはこうやってお話ししたんで、はいはい、ちょっと次回とかはちょっと打ち込む要素をもっと多くしてやっていこうかなと思いますので、また次回楽しみにしていてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。見てくれている方々もぜひ和気さんの応援をよろしくお願いいたします。はい、そして試合とかも本当に普通のボクシングの試合とかも出ているので、はい、ちょっと気になる方とかいたらぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで今回これで動画終わりたいと思います。和気さんご出演どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。視聴者の皆さん、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。 Twitter と Instagram もやってますのでよかったらフォローしてください。では次回の動画もお楽しみに。
またね。